ご、はい、ご視聴ありがとうございます「天地盛大」その第94回第9章聞くその2続きから元海に頼まれて相馬家の本邸へ行ったのは10日ほど前であった元海の花王のある手紙を示すと表の接待所へ通されそば用人の永村男城と会った。 トールは元尾の手紙を大前の大夫直々に渡したいと言い、永村はそれを拒んだ。自分が取り継ぐ以外、直接の目通りは許さないというのである。そうして元尾が今どこにいるかと屈辱問いただされた。トールは自分が内藤家にいることだけを告げて帰った。内藤は烈気とした旗本だから。 「そういえば無法なことはしないだろうと思ったのである」「本臣様はよ捨て人になるおつもりである」「ルはその時壇上に向かってそう言った」「大前の大夫様直々のお目通りが許されるようなら内藤家まで使いをいただきたい」「その時本邸の者はまだトールの素性を知らなかったらしい」「そのあと二三度」 トールは出稽古に回る途中自分がつけられているのに気づいたことがあった彼らはそうして杉浦トールというものの立場を探り出したのであろう大前の大夫が本当に会うつもりかどうか不明だが佐伯角野心を訪ねてこいという工場はトールの気持ちをたじろがせた佐伯は中屋敷の人間だ吉橋五門の外にある 中屋敷で目付役を務めていた。そしていつか松崎加納子を預かった時から元臣を監視する人間だということが分かっていた元臣は口では名を言わなかったが吉岡一蔵の話したことなどを総合すると佃島沖で元臣を襲ったのも船船へ夜討ちをかけたのもどうやら佐伯の指揮によるもののように思えた。 もしも中屋敷から佐伯を呼んで俺に会わせるのだとすると何か企みがあるぞもちろん佐伯が本底詰めになったとも考えられるがそうだとしても恋というからにはこの前のように長村団長が会うはずであろう何かあるなトールはつぶやいたきっと何か罠があるぞだがこのままにしておくわけにはいかない 手紙の内容はわからないが元臣は返事を待っているもう10日もたっているからどうしても大前の大夫三國に会って元臣の意思を知らせなければならない手紙が三國様の手に届くなら自分のことはどうでもいい仮に罠があって自分が佐伯の手で捕らえられるにせよ手紙が本当に大前の大夫に届くならば 罠に落ちてもいいと思う。捕らえられたところで自分には罰せられるような罪はないしすでに反責を解かれた浪人である中村藩の家宝によって縛られる理由はなしせいぜい幾日が究明されるくらいが落ちであろう徹はそう考えたもし手紙が光圀様に届くことが確実だとしてだ果たして確実だろうか 暗い庭から大きな蚊が舞い込んできあんの周りを飛びながら障子へ当たってバタバタと暴れたトールは振り向いて鬱陶しそうにしばらく眺めていたそこへまるでその蚊に導かれてきたかのように服が来て縁先に立った足音も聞こえなかったので声をかけられて服を認めた時トールはギクッとして口を開けた 今見ていた「がとそこに立っている「福」の姿とが一つの印象に重なったからである「どうしたんです」とるはどもりながら言った「外へ出たりしていいんですか?」「後で話に上がります」って申し上げたでしょう福は縁側へ上がりながら力のない声で言った「今しがた兄が出かけたから参りました」 勉強のお邪魔になるかしら。無論、そんなことはありませんよ。トールは敷物を取りに立った。服は敷物を押し合って座り、上唇だけを上げて微笑した。今夜は雨になると思うのよ。服は言った。雨の降る前には霜焼けが痒くなるって言うでしょ。服の手の横のここのところが、今日は朝から痒いのよ。 霜焼けですってトールは落ち着かない顔で聞き返した。こんな季節にもう霜焼けができたんですかそうではないの。と言ってフクは笑った。いやだまさかフクがいくら間が抜けていたって、今から霜焼けになんぞなりゃしませんわ。するとその手は何です冬になるとね、ここへ霜焼けができるのよ。 ここのところだけふくは両手の甲のわきのふっくりしたところを触ってみせた。お母様がね、女はどんなに水しごとをしても、手足にしもやけやあかんぎれを作るのは恥なんですって。ふくは指にはもうできないけれど、手のここのところだけはどうしてもできてしまうのよ。もっと大人になればできなくなりますよ。あらいやだ。 服はもう大人やと言って肩をすくめトールの目をじっと見つめながら「じゃないかしら?」と言った「そうでしたね」「ルは優しくうなずいた」「もうお嫁に行くんだから」「福は手を伸ばしてトールの口を押さえるようなまねをしたそれ以上何も言わないでくれという意味だろう」「ルは微笑しながら黙った私 今、勇気を出そうとしているのよ」と福は言った「これまではお父様やお母様のおっしゃる通りにしてきたでしょ口答えをしたり言いつけに背いたりしたことは一度もないのよ」「福はそこで言葉を切り力んだような顔つきで唇をなめた今度もねお母様のおっしゃる通りお嫁に行こうと思っていたのそれはね お兄様が反対なさるのでお母様が困っていらしたでしょうお母様はお兄様のためも思って福が大沢家へ行けばお兄様の出世の手がかりにもなるからってだから私行くつもりでいたんです大沢とは聞かないなですね武家ではないのよと福が言った日本橋に店のある京吾福の商人で店の名は 伝っってて言うんですって本店は京にあって10代も前から苗字台頭を許されていて江戸では多くの御用も務める大きな店ですってよそれはまた妙な縁組だなうちではずっと越後屋が出入りをしていたでしょその出入りの番頭の九蔵というのが口を聞いたんですってあちらは嘉次郎という次男の人で 江戸のお店をやっっててくんですってトールはちょっと間を置いて聞いたそれがどうして内藤の出世の手がかりになるんですだって兄殿は多くお出入りじゃありませんかああそうですかお聞きになったでしょお兄様が番所調べ所から出なければならないってこといや知りませんトールは驚いて聞いたそれは本当ですか それでは言ってはいけなかったんだ福は自分の口を押さえた。どういうわけですと、トールはなお聞いた。何か理由があるんですか言ってはいけなかったのよ。いや、聞かせてください。理由はどっちにあるんです内藤の方でやめるんですかお父様のことだと思うの。福はささやき声で言った。調べ書では、 学生の身元が大変やかましいんですって。親や兄いの中にちょっとでも行情の良くないものがあればそれだけで追い出されてしまうんですってよしかしお父さんの場合は事情が違うでしょうそれに時もこんなに経っているし私にははっきりしたことはわからないけれど教官の誰かがお兄様を追い出して別な学生を入れたがっているというような話だったわ。トールは黙って 番書調べ書が開所されたのは去年の正月であったがわずか1年9ヶ月経った今では洋楽の総合校として全国に知られあらゆる手段を使って入所しようとする者が増えるばかりであったもとより幕府直属の学校だから学生の数にも限りがあるし身分の制限も厳しかったけれどもこういう制限が厳しければ厳しいほど その隙をくぐって入る工夫も巧妙になるものだ教官の中には金をつかまされて便宜を図る者がいるなどという表さえあるくらいで内藤もそういう手に使われるのではないだろうかとるは思ったではあなたが大沢家へ行けば金で何とかできるわけですかいいえ兄はお兄様は『板書調べ書』を出るつもりですの。 服はかぶりを振った。天地盛大。その第94回第19章聞く。その2途中まで。この続きはまた次回。